クラブツーリズム。こんにちは、クラブツーリズム中国語宣伝クラブを担当しております王です。どうぞよろしくお願いいたします。漢詩で旅する中国、詩仙李白の旅路第5回目は、津都に白帝城を発すの漢詩の舞台、長江三峡の最後の区間、清涼橋から終点の高陵までをご案内いたします。この区間を旅した時の漢詩です。今回ご案内する区間を拡大してみましょう。まずは三峡の最後の区間、清涼橋ですが、現在は葛洲波ダムと三峡ダムでできたダム湖が非常に大きく、以前の険しい峡谷だった時のような風景はもう見られません。今回は魏庄の手前で下船し、別の船に乗り換えて清涼橋の区間内にある三峡ダムを通過し、付近の三峡認可を観光いたします。その後中国版の新幹線に乗り、李白の目的地の広陵、今の慶州へ移動して市内観光をいたします。津都に白帝城を発すという漢詩の背景の話に戻りますが、李白は謀反の罪で野郎への流刑を言い渡され、護送された時、実は先に東から西へと、つまり長江を遡って三峡を上がっていたのです。流刑の身ということもあり、悶々とした李白は清涼橋の険しさ、通った時の大変さについて三峡を上がるという漢詩も書いています。この漢詩も知っておけば、後に恩赦され津都に白帝城を発すを書いた時の李白の喜んだ様子がより鮮明に想像できると思います。では中国語読みの後に続けて日本語でも読ませていただきます。上三峡，李白。巫山夹青天，巴水流若滋。巴水忽可尽，青天无到时。三朝上黄牛，三暮行太迟。三朝又三暮，不觉鬓沉思。三峡を上がる、李白。富山青天を挟み、波水流るること核のごとし。波水はたちまち尽くすべきも、青天は至るときなし。山頂高牛を上がり、山坊行くこと花肌遅し。山頂また山坊、覚えず瓶糸となる。漢詩全体の意味はこのようになっております。どうぞ字幕をご覧ください。山頂、山坊、この言葉を繰り返し使い、3日経っても、そしてこめかみが白くなってきてしまっても、清涼橋はまだ通り抜けられないんだ。清涼橋はいかに大変な場所だったのか想像してしまいますね。では今の清涼橋はどういう様子なのか、李白の漢詩津都に白帝城を発すの最後の区間の旅に出かけましょう。まずは三峡ダムです。三峡ダムは1993年清涼橋の区間内で建てられた中国の一大水利工事です。ダムでできたダム湖は琵琶湖の約 1.6 倍の広さもあります。ダム本体の高さは約40階のビルの高さに相当すると言われており、上部の幅は約40メートル、長さが 2.3 キロもあります。三峡ダムの通過方法は2つあります。1つは5段式のシップロックを約 4、5 時間かけて通る方法です。もう1つは巨大なボートリフト、
言い換えれば船のエレベーターを使って約37分で通る方法です。せっかくなので今回はこのボートリフトを体験していただきます。ちなみに写真奥に写っている山は護送された李白が書いた山峡を上がるという漢詩に出た高牛あたりだそうです。では山峡ダムを通過しましょう。山峡ダムはいかがでしたか？映像ではなかなかその巨大さが伝わらないと思いますが、いつかぜひ体験してみたいですね。ではこれからは長江の支流流心渓沿いに位置する山峡人家を旅しましょう。
一百千里。哎，干活的。不许这边。身上上手解开的。三教認可のショーは面白かったですが、風景も綺麗でしたね。では、これからは李白が1日で白帝城から帰り着いた孔僚の旅をご案内いたします。孔僚は今の慶州です。長江の岸に位置しており、昔から交通と軍事の要所として奪い争いが繰り返された町です。三国志の劉備玄徳と孫権の連合軍が曹操を撃退した赤壁の戦いの後、劉備は後の孫権から身の寄せる場所として慶州を借りましたが、後に今の四川省を手に入れた後でも後の孫権に返さず、ずっと義理兄弟の関羽に守らせたんです。そしてこのシリーズの第3回でご紹介しました通り、関羽が殺害された後、劉備玄徳は関羽の仇討ちの戦争を起こし、惨敗して逃げ戻り、白帝城で亡くなったんですね。では、慶州からの映像をご覧いただきましょう。
锅盔とは焼いたパンのことです。赤壁の戦いの前、曹操軍に追われて兵士たちがご飯を作る時間もない中で、諸葛孔明はこの焼きパンを発明したと言われています。まず金属製の兜を逆さまにして鍋の代わりにし、今度は小麦粉の練ったパン生地を兜の内側に貼り付け、下に火をつけて焼けば焼きパンの出来上がりです。作り方は簡単なので、後に一般庶民まで広がったんです。慶州は古い城壁が残っていますが、高層ビルもたくさん建っていましたね。では李白の漢詩と3回に分けてご案内しました漢詩の舞台、白帝城から高陵までの旅を簡単に振り返ってみましょう。まず一緒に漢詩をもう一度読んでみましょう。早发白帝城，李白。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。つとに白帝城を発す李白。明日に実す白帝彩雲の間、千里の高陵一日にして帰る。両岸の遠征、泣いて山猿に、慶州すでにすぐ、番町の山。第3回では、まず、李白の書いた漢詩、つとに白帝城を発すと、漢詩が作られた歴史背景をご紹介いたしました。その後、漢詩のタイトルにもなっている白帝城をご案内いたしました。第4回では白帝城から長江三峡の豪華クルーズ客船のセンチュリーグローリア号に乗船し、三峡の最も雄大な九島峡、最も美しいと言われる富峡、そして富峡の近くに位置する新城渓の絶景をご案内いたしました。そして第5回の今回では長江三峡の最後の区間、清涼峡に位置する三峡ダム、三峡人家と沿岸の景色、そして李白の目的地の高陵、今の慶州の旅をしていただきました。歴史や三国志の話、長江三峡の景色をたっぷりご案内いたしましたが、いかがでしたか？いつかぜひ現地へ足を運んでいただき、ご覧いただきたいですね。さて、新しいシリーズの発表をさせていただきます。漢詩で旅する中国、10月1日より悠久のシルクロードと題して新しいシリーズを始めました。こちらはシルクロードの最も栄えた唐の時代のイメージマップですが、シルクロードは画面に表示されているように、都の長安から西へ、大黄河の西より敦煌までの河西回路、敦煌からさらに天山山脈の北側を通る天山北路、タクラマカン砂漠の周りのオアシス、つまり天山山脈の南側を通る天山南路と、中国から中央アジア、ローマへと続いていきます。シルクロードの最も栄えた唐の時代ですが、漢詩の最も盛んに作られた時代でもあります。このシリーズでは、李白のほか徒歩、白居易、王子漢、心身、王漢などなど、唐の時代の詩人たちの漢詩をご紹介しながら、シルクロードの歴史や沿線の町と
オアシスの旅をお届けいたします。ただしこのシリーズは YouTube ではなく、10月1日よりサービス開始しましたクラブツーリズムパスにてご案内しております。ではクラブツーリズムパスはどういうものなのか、約1分30秒の紹介映像ありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。大人はもっと遊んでいい、趣味も旅も大人がもっと楽しめる場所がある。毎日ワクワク、世界が広がるパスポート、クラブツーリズムパス。オンラインで楽しむ新サービス、クラブツーリズムパスなら趣味の世界がぐーんと広がる。あなたも夢中になっちゃうことがある毎日を。写真、鉄道、歴史、釣り、マラソンなど多数のジャンルを揃えた趣味のオンライン講座、著名人などゲストを招いたオンライントークライブ、そして仲間や講師と楽しむオフ会まで趣味の世界が充実。クラブツーリズムパスなら好きな電子書籍がたっぷり読み放題。情報満載の旅行ガイドブックをはじめ、釣り、山、鉄道、歴史など多彩な趣味の雑誌まで、こだわりの電子書籍が200冊以上、嬉しい読み放題。クラブツーリズムパスなら多彩な旅行サービスが盛りだくさん。会員限定の特別ツアー、出発日が近い日帰りツアーが2000円引き、話題人気のツアーも先行予約で、ご本人の想定外の怪我や病気で国内ツアーをキャンセルされる場合、キャンセル料を免除するサポートもあり安心。こんなに盛りだくさんで月々わずか550円。初回登録日から最大2ヶ月無料、スペシャルな毎日が始まるクラブツーリズムパスへようこそ。クラブツーリズムパスについて、超簡単にご紹介いたしましたが、ぜひご入会いただきますようご検討のほどよろしくお願い申し上げます。また、この YouTube チャンネルではこれからも漢詩など中国の歴史文化を、気軽に楽しんでいただける動画を配信してまいりますので、引き続きご視聴とチャンネル登録をお願い申し上げます。